よし、エンディング4を見たので3を見るためにここで戦わないを選びます。どうだ、 OK、 受けた、いいぞ、翻弄してる、くっ、何のつもりだ、なぜ剣を抜かない、それとも私と戦うのが怖いのか、ふふふ、所詮貴様の覚悟などその程度だ、この私が誇り高き騎士の一族オール王国騎士団団長として貴様をこの手で葬ってやる、貴様ごときに王女は仁丹は守れぬわ待って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 追いつかない追いつかない、脳の処理が、え、俺王女だったの俺王女だったの、え、待って、え、だって王女だよね、え、最初にだって俺、え、性別男で入れたよな、お、性別男社会人6月23日あれ、読んでみようか、とりあえずとりあえず読んでみようか、人体守れぬわ、おじさんだよ、死ねー、おっと、お、お、じ、王子だ、王子来た、私の家臣に手を出すのはやめていただけますか、いい声だオールの騎士殿、アニメするな、すげえ、王子来た、貴様はアルバロン、でも、お、ダメだ、話が入ってこないよ、話が、すまない、なくしなし、今は手のひらを貸してやれぬゆえ、話なら後で聞こう、なぜだ、王子、貴様は戦えないはず、てか生きてたんだね、王子、てっきり死んだかと、騎士殿、あなたも知っているでしょ、悪魔との契約がどれほどの力をもたらすのか、え、何、どうやら私は魔力と相性がいいらしい、貴様のように苦しんだり人間の血が流れるようなこともない、何、契約したの、なぜ、一体何を、口なしを神の国へ送るため、は、邪魔をなさるおつもりでしょう、あなたは少し離れていてください、騎士殿、な、すげえ、王子めっちゃ強くなってる、え、契約したん、悪魔と、これで落ち着いて話ができるな。案ずるな。あの者は少し遠くに転移させただけだ。殺しては終わらぬ。私が魔族になったことを嘆いているのか？魔族なんです？お前も飛んだ馬鹿者だな。何をしようともせずとも、間もなく私たちは無に帰す存在だ。魔王とて、それを分かって暴れている。実に哀れだ。でも、ジンタン王女が一応気になるんだけど。早く、その話に行ってよ。だがお前は違う、口なし。早くその話してよ。待って、お前は神の愛を得た。神の、ジンタンの演じる王女に。ではなく、ジンタン自身にだ。俺は、王女を演じていた？ん？ジンタンは王女を演じていた？俺は口なしを愛せばいいんだな、とりあえず。とりあえず俺は、王子を演じつつ、口なしを愛すればいいわけですね、王子。そういうことなんですね。お前ならきっと、仁丹の世界に生きる。俺の世界来ちゃうんだ。え、来ちゃうの？え、マジで？突然来られても困るが。世界の終わりに力を発揮するという奇跡の魔法陣。これ以外に方法はないだろ。俺の世界ってなんだ、精神世界ってこと、あ、広告ありがとう。え、精神世界なの、え、あの者も同じ考えだったようだ。え、じゃあ待って。え、あの騎士って俺が好きなの、俺のことを好きなの。え、あの騎士団長は俺のことが大好きなの、俺を神と崇めてるの。ちょ、まあ、なってよ。マジか。なんか脳の処理が、あの者も同じ考えだったようだ。この知らんの上空にすでに魔法陣が描かれていた。あとは世界の終焉を待つだけだ。私も悪魔との契約を終えたら、お前のいるアルバ城で、魔法陣を作るつもりだったが、不在のうちに先に魔物に攻められてしまったのは誤算だった。ちょっともう話入ってこないな。すまなかった。お前も何か言いたそうだな。言いたいっていうか、なんか聞きたいことがいろいろある。すごい。
言いたいことがあれば聞こう。この世界が崩壊するまでだ。時間はあまりないぞ。ほら、手に手を取って。ほら、ジンタンって王女なの？王女がジンタンなの？そうか。そうだな。どうせならもう少し共に過ごしたかったな。あれ、俺の質問と違う。あ、そうだな。俺のしたい質問と違う。しかしこうなったからといって悪いことばかりではないのだぞ。筋書き通りであれば、お前は私の婚礼の儀の時に死ぬ予定だったのだ。どんなことをしても私にそれを変えることなどできなかった。だがジンタンはそれを変えてくれた。マジか、俺にそんな力が。信じていいんですか。お前が死に行く運命を憂い、この世界の時を止めてくれた。ザ・ワールド。ドアが開いても成し得なかったことを神であるジンタンはいとも簡単に叶えてしまった。マジか、知らんかったな、その力。マジか、おかげで今こうして私はお前の手助けをすることができた。俺のおかげなんすね、じゃあ今の状況は。マジか、魔族になってでもお前を救うことができて私は嬉しいのだ。やばい、このゲーム面白いぞ。ガゼンやる気出てきた、なんか。ん？だからそんな顔するな。ガゼンやる気出てきたぞ、これ。始まったか。世界の崩壊だ。魔法陣に込められた魔力が強まっていくのを感じる。このゲームってギャグ要素が、サイケ口なし。私は共に行くことはできない。神の願った奇跡に私は含まれておらぬからな。あの日以来初めてお前が剣を持ったのだ。覚悟はできておろう。はあ、さらばだ。すごいシリアスな世界観だとずっと勘違いしてた。まさかね。すまない口なし。私は最後までお前に何もしてやれなかった。せめてこの世界が滅んでもお前のために祈り続けよう。王子ね、俺の力だったら王子も助けれるはずなんだけどな。俺の力ならば、ダメなのか。てか、エンドさんってまだ終わらないんだね。お、魔法陣は城の上空へと描かれていると言ってた。屋上へ向かおう。やめてくれ。待ってくれ。屋上ってどうやって行くの。こっちで合ってるの。買いかかってる。お、オッケー。扉破壊した。オッケー。これでいいのか。バトルあるかな、バトル。俺とのバトルあるかな。神であるジンタンとのバトルが。よく来たな、口なしよ、みたいな。我が名はジンタン。時を止めるものだ、みたいな。わあ、すごい回ってる。どうした？落ち着きがない魔法陣ですね。なんか、魔法陣って普通なんか止まって光ってるもんじゃないの？めっちゃ動いてる。落ち着きがないな。あ、すごい。地面ないよ、そこ。おもむろに浮遊してる。すごい動くなあの魔法陣。シャカリキですね。おお、光った。すごいすごい。核変突入。サービスサービス。俺に会えるのかな。あ、奇妙な感覚だった。確かに目は覚めているのに意識がうつろになっていく。体の端から空気に溶けて己が消えてなくなっていくような。このまま本当に神の世界へ行けるのだろうか。俺の世界ね。うん、俺の世界ね。あの人のいる世界。俺ね。俺です。俺のいる世界。もう疲れた。何もかも。どうやったらそっちの世界に行けるのかな。どうやったらって言われてもな。そんなことできるわけないって。分かっているけれど。行きたい。ここじゃない世界へ。口なしたちのいる場所へ。星が降る国に。これ俺のセリフ？これ俺が言うセリフ？もしこの願いが叶わないなら、いっそ俺を殺しに来てくれよ。なあ、口なし。それ俺が言ってる？ん？これ誰のセリフなんだろう？俺って言ってるよな。確かに性別は男に入れたはずだが、でも俺は王女なんでしょ？ん？ん？自宅？あ、あ！普通のなんか家になってる。え、これ俺の部屋？俺の部屋？ここが神の世界。
え、待って、決定機で周囲の詳細を調べられます。え、詳細確認中はセーブできません。うわ、来ちゃった来ちゃった。キー操作がしづらいときは連打せず1秒待ってから再動する。オッケーオッケー、ちょ、セーブセーブ。え、俺の部屋ってことこれ。え、この黒いものは何だろう、パソコンじゃね。え、え、木製の机だ。え、薄水色の、カバーがかけられたベッドだ。窓にレースのカーテンかけられている。向こう、窓の向こうは塗り固めたように真っ暗だ。え、待って待って待って。俺出てくんのこれ。怖い怖い。え、ホラーみたいな。え、でも俺の自宅こんな綺麗じゃないよ。ほんとにベッドないしね。うん、ベッドないし。俺地べたで寝てるよ、地べたで。え、このライトもないし。これ何をするつもりなものなのだろう。薄水色のカーテン。触れようとしても手に触れることができない。コメさんかありがとう。目に見えない硬い膜で包まれてるかのようだ。私はここに閉じ込められているのだろうか。なんか出てくんのかな。魔女のような服装の少女の写真だ。魔女の少女。俺女の子と写った写真とか家ないんすけど。ディスってんの？様々な図鑑が並んでいる。ハンターハンターしかないよ、うちには。待って。昆虫図鑑なんて持ってないよ、俺。グロテスクな虫がリアルに描かれている。見たことがないような生き物ばかりだ。動物図鑑。馬、羊、ウサギなどの様々な動物が乗っている。私たちの世界と同じ生き物が神の世界にもいるのか。なにこれ、ゲームの中から出てきたってことなのこれ。花の図鑑。聞いたことのない花ばかりだ。外見は似たようなものも多いようだが。この世界には口なしという花があるのか。ある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 。口なし。これ何て読むんだこれ。壁紙。別名、ガーデニア。何て読むんだろうあれ。むずい。常緑低木。低木？ 6、7月頃に白い花を咲かせる。あ、口なしでいいのかあれ。あ、ごめん。あれ、口なしって読むのか。口なしと。マジか。すごいな。果実が、漢方薬の原料となるほか、様々な利用方法がある。果実が熟しても割れないことが、口なしと呼ばれる由来。口なしなのか。何か紙が挟まっている。ん？ S キーでアイテムを確認。ちょちょ、セーブして。S キーってなんだ？うわ、びっくり。待って待って待って。怖い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 。アイ、ノーズ、マウス、ザ？下の字はなんだこれ。ここは目が合うんだけどめっちゃ。で、剣も持ってるってこと？剣とこれを持ってるってこと？違う違う、また見ちゃったごめん。また見ちゃったごめん。見ない。音怖いわこれ。黒い部分に数字が浮かび上がってる。1時20分。ああ、時間がリンクしてる怖いなんか。いやあ、パソコンの中の時計とリンクしてる怖いよ。上の引き出しには番号式の鍵かかっている。何？わからない。623でしょ、これ。623じゃないの？誕生日入れたよ、そういえば。どうやら違う。あ、違うんかい。違うんかい。びっくりした、びっくりした。なんか怖いわ、すごい。めっちゃ怖い。革製のカバーがついた小さな手帳のようなものがある。社員証、人体。6月23日。はぁ、あ。やはりここが神の人体の住む部屋なのか社員証あった。これでフラグ立ったのか。引き出しの隅に何か書かれている。迷路の下、たしのろい目。迷路の下、なんだ迷路の下って。何かよくわからないものが大量に並んでいる。よくわからないものが、ちょっと待って、全部見てみよう。うわ、なんかいそうだな。怖くないですか。クローゼットのようだがびくともしない。そういう装飾の壁のようにさえ感じる。なんかもうめっちゃ怖いわ、これ、このゲーム。怖い怖い。これ何？おぉ！ハッピーエンド！セカンドナイト！このゲームもね、動画にはなってないですけど、あれです。プレイしましたね。面白かったですよ。今、ハッピーエンドのね、新しいの出てますよね。やりたいですね。全部入ったやつですね。ワン、ツー、スリーと。血しぶきを浴びた少年が描かれている。これも調べれるんだ。小松さんという方のね、制作のゲームです。宣伝ポスターだ。戸惑った少女の絵が描かれている。